はい、ロミさん、ごめんなさい。はい、ロミさん、こんばんは。おしょうでございます。開けてもらっていきましょう。さて、今回は、ボス挑もうと思ったんですけど、あれテイムしていいですか？あれ。はい、ドア。ドアテイムしていいですか？はい。なんかいない？なんだあれ。え、ドアの横に何かいない？ドアの横に何かいないってのもちょっとおかしいけど。ちょっと待って待って。何何？ガールズネクストドア。何？なんだ、アルファテラーワードか。じゃあいいわ。ひでえ。で、前回ちょっとテイム軽く挑戦してみた結果、まあなんか罠なしとかだったりするときつそうなので、とりあえず罠を持ってきました。これでいけると思うけどね。まあ一応ラベジャーテイムする感覚でやれるかなと思うんですけど、どうなんですかねこれ。ちょっと一応まあこんな感じで、はい、まあ、とりあえずラベジャーをテイムする感覚でやってみます。一応今までの経験上、石トラップぶっ壊されたみたいなことがないので、多分いけると思うんだけど、どうなんだろう。ちょっと待って、これ高低差大丈夫かな。誘導はこれで、はい、ドラゴンフライでトンボちゃんね、はい、最強のトンボちゃんね。もうトンボ最強だから、もう本当に。あー、どこかであれか、アンキロがドエで死んだな。ちょっと待ってね。さあどうですか。どれ、どのドア。あ、このドアか、このドアか。やべえ、ちょっと待って。あー、しまった、アーマーがねえ。くそ、ちょっとドアね、中あのチビドア、あのなんだろう、このミニドラがちょっとえぐいダメージ叩き出してるんですけど、もうこんなに早いとこ罠はめちゃわないとこいつ危ねえわ。はい、なんか遅くねお前。こんなだ、ラベジャーこんなもんだったっけ。やべえやべえ、急げ急げ、急いで。あー、オッケー、ハマったんですって何。お前はなんじゃ。ぶね、機乗車貫通だったら死んでた。どう、あの、俺のもすごいだよ。そう、ほら俺も撃てるんですよ。あ、舐めんなお前、逃げじゃねえよ、お前、叩き潰してやろうお前。このチビドア、チビドアが厄介すぎる。多分すぐ消えるとは思うんだけども、すぐ消えるとは思うけれども厄介すぎる。どこにいるかもわかんねえし、しかも。多分これが一番いいわ。普通に噛んでた方がええわ。あそこにもいるじゃん。やばいな。これもしかしたら呼んでるかもしれない。チビドアが。チビドア呼ばれてるこれ。うわ、なんか呼ばれてるくせえな。あとこれ、そっか、ラベジャーの出血だからアロサウルスと同じ鈍足ついてんだこれ。厄介なもん飛ばしやがって、まったく。となるとこの位置でやるしかないな。ちょっとごめん、ノグリごめん、邪魔。ごめん、ノグリ邪魔。この位置から撃つしかねえな。意外と厄介だぞこいつ。多分ね、呼んでんだよこれ。ああ、この距離でも届く。あー、絶対呼んでるよこれ。数が増えてるもん。いや、マジでこいつ罠ねえと無理だこれ。マジで無理なんだけど。あ、寝たけど、ちょっと待って、これは、あのミニドア消えるかな。あ、これオッケーオッケーオッケー。ミニドア消えるか。ドアパピーって言うんだ。体力ってか、気絶値やばくない。1、10、100、1000万、10万、100、620万。ワイバンよりあるんじゃないかこれ。だってあそこで飛んでるあれ、アルファワイバン、あいつレベルが580レベルで気絶値220万ぐらいか。やっぱワイバンよりあるじゃん。あ、まあまあ、これはドアパピーだけど、ドアあ、ドアも642万だね。うん、やっぱあるわ。なるほどね。大丈夫か。
消えたかな。ちょっとこの辺りを少しうろうろしながら、多分大丈夫だと思うけど。で、一応エターナルミート9個でいけるって書いてあった。あ、いったん、よかった、返せ。テイムできた。ドア、あ、すごい、ここほのかに目玉が見える、はい、目玉が見える、まあいいや。サドルは必要っすね。了解。じゃあまあレリックで運んじゃいますか。ふう、よっこいしょっと、帰ってきましたよと。さて、サドルはアルファラベジャーのサドルかな。アルファラベジャーのサドルとかってあったっけ。ラベってこうだよね。ラベ、んないか、ないのか。え、うわ、レアマッシュルームの種とかあったんだ。レアフラワーの種もあんじゃん。そっか、一応こんなのも作れたのか。まあまあ、それはいいや。それは今はどうでもよくて。あ、キノコある。そっか、ラベジャーってキノコじゃん。キノコあったっけ。なんかなかった気がするぞ、キノコは。あ、あったわ、よかったよかった、ギリギリあったわ。よし、オッケー、完成。なんかすごいな、テイムしてこの位置でやってもなんか やっぱぼやけちゃってよく見えないわ。なんかガチャはよく見えた気がするけど。あ、よかった、サドルつくね。よかったよかった、オッケー、これで見やすくなったね。はい、というわけでドアっすね。ドア、はい、ドア。多分なんかそういう名前の犬だから、多分あと制作者さんかな。え、ドア、スペクトラルポイズンラベジャー。ポイズンなんだ。うん、まあ、確かになんか変な炎浴びてたしね。トリビュートディノメイドフォーアワーパトロン。ドア、あー、やっぱりこのドアっていうか DOA さんかな、わかんないけど、この人がパトロンだから、その人の名前がそのままついてるって感じか。なるほどね。プリンスアンドリューみたいに飼い犬の名前とかそういう感じではなさそう。とりあえずここだけ走ってる感じは普通のラベジャーですね。普通のラベジャーの速度だね。別に速くもないし、まあなんか遅くもないみたいな、なんか変わんない気がする。そしてまた矢印が目の前にまたかお前。となると水の中とかもまあラベジャーだね。うん、ラベジャーそうですわ。とステータスは、体力1、10、100、1000万、10万、200万、201万だね。ああ、201万、まあまあまあ普通って感じで、で体力は12万だね。まあなんだろう、まあ普通かな。普通というか、まあエターナル生物のなんか一般的な体力っていう感じ。よし、じゃあちょっと火力を見ていきましょう。多分普通のラベジャー、うわー、タペアラいる、ファイアタペアラいる、いやむしろファイアタペラをやる方向性でいく。2万2000、いいね、2万2000、いって、また別のタペヤラ出てきた。しかもなんか、え、羊肉取った、ん、俺に当たってる。あ、これアルファタペヤラだったの、これアルファ種だったんだ。うわ、マジか。え、待って、羊肉取ってくれるんだけど。いや確かにラベジャーってバニラだと羊肉でテイムするのが確か一番良かった。まあ一番いいっていうか、まあお肉関係だったら、うん、そうだね、羊肉が一番良かったはずだけど。え、ラベジャー羊肉取ってくれるんだ、このドア。へえ、なるほど。ここで採取が若干特殊と。ってことはもしかして、まあ石とかそういう草とかはまあ関係ないのか。左クリックが普通の噛みつきで、右クリックは、これはラベジャーにもある引っかきですね。普通の引っかき。この引っかきはどんな威力持ってんだろう。お前さんで試したかったんだかな。うわ、すげえ、羊肉めっちゃ取れるじゃん。この引っかきが5708。え、で、ただあ、来た、気絶値上昇してる、気絶値上昇してる。さあどんな感じよ、どこまで上がるこれ。あー、7000くらいか。1万も上がんなかったね。普通の噛みつきだと上がんのかなこれ。あー、上がってるね、上がってるけど別にって感じか。ただスリップダメージがえげつない。なるほど。通常攻撃がスリップダメージ、なんかデバフの名前がソウルバーンって書いてあって、すげえかっこいいんだけど。ほらソウルバーン、ほら。でこれで、スリップダメージが与えられて、で右クリック詰め攻撃で気絶値が与えられると。
そんなに強力そうな麻酔でもないから、まあ麻酔効果はおまけみたいなとこかな。一応まあさっきも見た通りポイズンラベジャーらしいんだが、うん、で、あとは左コントロールキーで、あ、来た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 、パピーだ、ほらドアパピー、来た来た来た。左コントロールってか、まあコントロールキーでドアが呼べますね。ドアのドアってかパピーが呼べる。子犬だねパピーってことは。え、何体呼んでんだこれ。え、ちょっと待って、1,2,3,4,5,6,7,8体、あ、8体か。あ、まあまあまあ普通か、びっくりした。なんかめちゃめちゃたくさん呼んでるかと思ったけど、あ、下に埋まってない、待って、1,2,3,4,5,6,7,8,9,9体。確かさ、ベーコンとかってさ、あのミニベーコン、薄切りベーコンたちってなんか6体くらいしか出なかったんじゃなかったっけ。インドミナス羊は何匹呼んだっけ。 1,2,3,4,5,6 6体。やっぱりあれか、最近ちょっと影が薄くなっちゃってる、スペースパンダさん、スペースパンダもなん、スペースパンダはシンプソンを何体呼ぶんだっけ。埋まっちゃってるやつ含めると6体だね。シンプソンも6体ってか、あれか、スペースパンダもシンプソンを呼ぶのに6体か。そっか、やっぱりなんかラベジャー多いよね。ラベジャーっていうか、あ、ちょっと待って、落ちた。テイム直後っすね。テイム直後だ、よかった。パピーたちは全員群れボーナスがかかってるね。だから数を呼べば呼ぶほど強くなると。で、ただこのパピーとこのドアがリンクして、このドアがリーダー個体になるみたいな、そういうことはないね。というわけでちょっとパピーを突撃させてみましょう。おお、素晴らしい素晴らしい素晴らしい破壊力だ。5万6000ぐらい大体。おお、素晴らしい破壊力でした。なんか食らってる、あー、スリップダメージ食らってるんだ。なるほどね。あれだ、このラベジャーのさっきのこれソウルバーンだっけ、これと同じデバフがかかってるわ。なるほど。ってことはこいつら全員スリップダメージ持ちってこと。えげつないな。まあまあまあ、あ、これ分かった。うん、ちょっとね、これ分かった分かった。あのレリックで肩乗せして下ろすときにサドルが消失するんだ。でサドル、あ、やっぱり落ちたね。うん、でサドルが読み込まれないなってなってバグって落ちてるんだ。そっか、じゃあこの子はあれだね、肩乗せダメだね。変なところに気づいたな俺。ちょっとジップラインが使えるかどうか確認してみましょうか。よし、あ、オッケー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 。普通にジップライン使えますね。やっぱこの辺はちゃんとラベジャーしてますわ。うん、で、これってな、あ、できるね。オッケーオッケーオッケー。で、ツーッと滑るっていうのも、あ、これもちゃんとできると。オッケーオッケー。じゃあまあ、アベレーションでも使えそうね。一応。ラベジャーとしてちゃんと使えそうだわ。あ、言い忘れてたけど。はい。Cキーで吠えられます。はい。こんな感じで。吠えることができますと。はい。というわけで今回は、ドア。ドアのテイムでした。はい。多分 DOA だと思うんだけど、まあ日本風だとドアになるんで、うん、まあ日本風で、まあまあまあ、ドアって呼びます。はい、俺はこれから。はい。で、この子の総評なんですけど、まあ普通にラベジャーとして使えるんで、まあ使いやすいっていうのと、まあなんか強いよね。やっぱスリップダメージがえげつないなと。ソウルバーンっていう、なんか、要するに、あ、やべ。ああ、魂燃えちゃった。まあこんな感じで魂を燃やして、まあ、凶悪なスリップダメージを叩き込むっていうことができるので、まあ強いね。多分なんか スリップダメージの速度見る限り普通の炎バフより若干早いんじゃないかなとか、割合がでかいんじゃねえかなと思うんだけど、どうなんだろう。まあちょっとよくわかんないけども、はい。とあとはまあこれだよね、やっぱこの仲間が呼べるっていうのがやっぱでかいなと。はい。まあしかもね、他の仲間が呼べる生物、インドミナス羊とかベーコンとかみたいに6匹じゃなくて9匹、なんだっけ、12体かな、埋まっちゃってる部分を含めると12体ぐらい呼べるんで、まあ仲間を呼べる数がまず多いっていうのがあるんで、まあ他のなんか仲間呼ぶやつらよりも手数稼げるんじゃないかなと。しかもこいつら一体一体が全員ほれソウルバーン、スリップダメージ持ちなんで、まあかなり
いろんな生物を削ってくれるんじゃないかなと。並大抵のやつらだったらね、もうあっという間に溶かすことができる性能は持ってるんで、まあ全然にあれ弱くないね。あの今この段階でこのインフレしきったこの段階でテイムしてもまだ強えなって思えるレベルでした。はい、なんかこのガラスみたいなやつらって火力高くなってんのかね、知らないけれども。はい、というわけで今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。ではさよなら。